こんにちは柳田理科の一日一科学夏の暑い日冷えたスイカは美味しいですよねスイカは食べる部分は真っ赤ですが皮は緑色で濃い緑色の縞模様がありますこんな模様のついた果物も珍しいと思うんですがスイカにはなぜこんな縞模様があるのでしょうか 植物は二酸化炭素と水から炭水化物と酸素を作る光合成を行っています。この炭水化物と水分が溜まって果物は大きくなります。植物は普通光合成を葉っぱで行いますがスイカは果実の皮でも光合成をすることができます。そして濃い緑色の部分は 他の部分よりも光合成をする能力が2倍も高いんですだったら全体が濃い緑色だったら光合成がたくさんできていいのではという気がします確かにそのようなスイカもあって黒玉スイカと呼ばれていますがこの縞模様にも意味がありますスイカがなっている時周りは葉っぱや茎で緑一面になっています。 そこに島模様のついたスイカがあると、空を飛ぶ鳥からもよく見えます。すると、実を食べてもらって、種を遠くに運んでもらうチャンスが大きくなります。スイカの島模様はそのためにあると考えられています。動物は他の動物に食べられないように進化してきましたが、植物は動物に食べてもらって、 種を遠くまで運んでもらえるように進化してきたんですね今日の一日一科学。スイカの島模様は鳥に食べてもらうためいただきますシャクシャクのシャクシャク種を遠くに運ばなければまた明日